大丈夫。今度大丈夫で、経常性、経済情勢、まあ、日本の上昇のような状況でございまして、非常に難しい局面を迎えておると思います。このままも、これからも新しい局面に対応して、ちょっと変わるというのも、は変えなければならないというところに来ているのではないかと思います。それは、皆さんにご指摘いただきまして、後援会長ということを仰せつかりました。私がなりましたのは、一つには年のせいです。一つは、元市長をやっておりましたから、いくらか自然の方が分かるであろうという。私がお引き受けしたのは、富裕座というのが今ご覧のとおりでございまして、表も裏もございません。言った通りでございまして、一時例句を並べるというふうなことのできる人ではないんです。まあ、それだけが私は一番確認をしました。それでご就職したと、こういうことでございます。首相になっての一番感じたことは、やっぱり首相になったら市民の方々の一番多くの目線というものを自分の同じ目線に置いて眺める、一番何をしてもらいたいだということを自分の方から汲み取っていくと、そういうことが必要なんですね。そういうことが単純なことなんですけど、なかなか難しい、いろんなしがらみで難しくなっている。それができるのは富裕座さんみたいなこういう人だと思うんです。それで私も講演会場というの皆さんのご推薦いましたけれども、お仕事をするということになりました。努力で何の力にもなりません。各界の代表の皆さんのお力を得て、ぜひとも新しい鹿沼市の力を生み出していきたいと思います。よろしくお願いします。